そう思い出せた。ハンデはね、もともとね、お腹空いてても食べない人なのよ。食べない人なんだけど、こう、おし、働くぞってなるときは、ご飯を食べます。ご飯を食べた直後の、その、あー、ハッピーやーっていう感じの、あれを保つためにご飯を食べます。本当にね、もう1時間に1回食べるぐらいまであるのか、ちょっとずつ、ちょっとずつ、めっちゃ食べます。うん。でも普段はね、こう、デビューする前とかは、普通に、あ、お腹空いたなーってなったら、食べないですね。だから普通にね、一日一食とかしてたんですけど、そう、入ってからまあ、仕事やるぞってやって、まあじゃあ、元気を保つために、ずっとご飯食べるかって、ずっとご飯を食べてる生活を送っています。はい。ちょっと食べてもいいですか皆さん。くちゃらって言われるのが怖いんで、一回ミュートしますね。待ってください皆さん。